はい、こんにちは、ひまじん27号です。今回はですね、この編成で、分隊戦に行きたいと思います。メンバーには、教えてません。きっとびっくりするでしょうね。なんだその編成はと。まあでもちょっとね、やってみたいんでやっちゃいます。チャッピさんとシャーさんですね、よろしくお願いいたします。場所は雪山ですね。まあスポーン地点はあちらですね。また降下作戦でもいたしましょうかね。まあドッキリというわけで、ギリギリまで機体は出さずに様子を見ましょう。では出します、ポチッとな。ででん、怒られそうですね。どう思っているんでしょうか。前回の動画が、確かサンフュー、炊飯器カーネージー、パニグリー、タテスト、そして初期装備のデストリアさんでしたね。まあその動画を見ていれば、うわーって感じですかね。まあ、見てなくても、まあうわーって感じじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。サンフューが参ります。問題なのは、そうですね、彼はトライでしょう。できればね、降下作戦をね、実行したいんですね。はい、もうちょっと近づきましょう。では、あ、降りられない。よいしょよいしょって感じですね。あー、溶かされる。まあ1体倒したんでよしとしましょう。まあ強いか弱いかは全く分かんなかったですけど、まあいいでしょう。続きまして、炊飯器カーネージですね。トライデントを積んでおります。デストリアさん以外はですね、全く前と同じ編成だったんですね。なので、まあ強いか弱いかで言うと、きっと弱いでしょう。その炊飯器もね、あんまりね、強くなかったんですよね。残念なことに。逃げろ逃げろ。あー、やばいやばいやばい。エネルギー系の攻撃には全く意味がない。どうしましょうかね。ちょっと怒られそうです。あ、シャアさん来ました。このシャアさんの後ろに隠れ、実弾は私が、エネルギー系は、やばい。あー、全然アンサイルの出番がありませんでしたね。そろそろまずいかな。メンバーがちょっと少
少なくなっちゃってるんで、あ、気のせいか、偶然か、カンストグリー発進でございます。まあちょっとね、安心できるぐらいまでビーコンを制圧し続けたいですね。せっかくやるからには勝ちたいので、せっかく誘ってくれたのにね、お前のせいで負けたじゃないかと言われてもおかしくない編成なので、しっかり戦っていきましょう。誰とどう戦うかですね。画像止まっちゃったかな、大丈夫かな。さあ、B 式さんはないですね。ハニーラインですね。で、カーネージさんが見えます。次は何でしょうか。どうしようかな。飛んで近づくか、敵の援軍が来る前に倒しちゃいましょう。はい、ランスロットか、人トラッピングリでしょうかね。そうですね、距離を取ってますね。ランスロットの戦いにはちょっと装備がいまいちですね。ゴリ押しでいくか、いけないですね。ちょっとビーコンまずいですね。ここはグリで頑張り続けの、最後の方でストーカーで右奥取れたらいいかなっていうところでしょうかね。相手があと4人なんで、まあ、現状1でも勝てるとは思うんですが、まあ、欲を言うならね、ランスロットにはランスロットでしょうかね。頼みますわ。さあ、お、シャアさん行きましたね。なんとかして恋に行かないとですね。捨て身タックル行きますか。落とされるかな。いやー、落とされてしまった。さてどうしましょう。パニグリ、攻撃に専念するか、
ビーコン取りに行くか。シャアさんが右奥で頑張ってくれてるんで真ん中行きたいですね。でももう残り50秒しかないんですよね。敵全滅か。真ん中は取りましたね。いやー厳しいですな。厳しい。ストーンの方が良かったかな。あと30秒間に合うかしら。間に合わないか。間に合わない。あと10秒。おお間に合え、頼む。8、7、6、5、4、3、2、1。負けてしまった、申し訳ない。ストーカーだったかな。いやストーカーで行ったところでですよね今のは。まあうん、サンフューがダメでしたね。カーネージもダメでしたね。全然アンサイル使えてませんでしたからね。ちょっとカーネージさんを変えましょうかね。カーネージさんを変えて、いいか、間に合わなかった。だった、惜しかった、申し訳ない、申し訳ない、本当に申し訳ない。でもやりたいんです、この編成で。この編成でスコアを出せるというところをね、動画に収めたい。サンフューは強いんです、絶対に。絶対に強いで、アンサイルカーネージさんもうまく使えれば絶対に強い。使えない機体武器なんかないんです。使いようです、使いよう。遅いですね。そして今金をね、円卓を買うために貯めてるんですけども、ふと思い出したことがありまして、ゼウスとアフィットでしたっけ、ミサイル、あの2つまだ持ってないんですよね実は。買おうかな。買わなくてもいい気がします。なんか ゼニットじゃなくてゼウスか、ゼウカネ、ゼウカネいいなとは思うんですけど、まあ、アンサイルも効かないですしね。でもトライデントでね十分だと思うんですよね。お、私の大好きなパワープラントが来ました。スポン地点はどこでしょう、どこでしょう。ああ、いいですね。ド素人さんですね。ここはガツンと見せつけてやりましょう。サンフューの威力、どこで迎え撃ちましょうか。どうしようかな。やっぱりあそこですよね。いやーこっちでもいっか。
なるべく単独行動なしがいいですよね。狙われちゃうんで、私だけ。それは嫌だ。なんで、アンサーいる殺し。距離からでもビューコーダーを撃てるという意味では来たな。参加ね。私の方が強い。あ、カンストっぽい、カンストっぽいぞ。削られた。来た。うわー、やられた。まあまあまあ、でしょうな。どうしようと、サンドやるんだったらな、もうちょっとちゃんとした編成がよかったんですけども、しょうがない。これでやるしかない。くらえ、パニグリだ。男のロマン、パニッシャーですよ。薬莢大好きですからね。ああ、飛んでった。完全に足でまとう。どうしたのか。そしてパニグリエイヤのパニティが1個レベル5なんですよね。それもまた問題ですね。怒られちゃいそうだな。そうそう、乗り換えようかな。そろそろやめときましょう。ふざけなしでいきましょう。真面目にいかないと負けちゃうんで、さすがに2連敗は申し訳ない。
いきますよ。向こうのビーコン欲しいですね。ヤバヨヤバヨさんあたりのビーコン。まあ、右側の防衛がね、ちゃんとできればいいんですが、どうなんでしょうかね。てんちゃんやさんがいるのか。ヤバヨヤバヨさんも、なるほど。難しいところですね。てんちゃんやさんおそらく確実なので、しっかり見ていかないと、やられちゃいますよ。まあ決め手はやっぱりジャンプですよね。ドルピナ食いだと思うんですけども、まあどうでしょうかね。まあ、あとはヤバヨヤバヨさんのミサイルちょこちょこ攻撃に、これですね。うわお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 う。あ、タラマグです。じゃあまずい。受ける訓練は積んでありますね。ありませんよ。そう簡単に、あっとかやってるうちに負けちゃいました。あら申し訳ない。またダメだった。サンフューダメか。サンフューじゃダメだこりゃ。変えましょう。せっかく分隊組んでるんで、真面目に真面目にね。はいはいはい。パニーはねちょっと真面目にちょっとそろそろね怒られちゃいそうですね。真面目にね。うん、よし。いたします。真面目にねやりましょう。割と真面目です。パニグリ以外は真面目ですよ。タテストもねストーカーをうまく使えるようになりたいんでね、ストーカーは入れていきたいと思います。まあ、パニグリのこれですね。これがね8だ。ないんですよね。タテスト、グリ、ライン、グリ来ました。はい、ちょっとな。あ、ネオジオングさんお久しぶりですね。いいですね。ほぼフル分隊ですね。もう一回ド素人さんと当たりたいな。どうだろうか、当たれるかな。ダメかな。あ、雪山か。雪山あんまり好きじゃないんですよね。どうしようかな。スポーン地点はこっち。相手は、あ、天井人さんか。なるほどなるほど。パニグリでいっちゃおうかな。うわー、取られちゃうかな。問題は立ち回りですね。まあチクチク作戦ですよね。で 500m なんでトラッピングリは2とそれ以上の、飛距離射程のある敵に気をつけながら、オルピナ、タラマグあたりを、削りたいですね。可能であれば。あっ、あっ、あっ、あ、危ない。なんと思いました。はいやー。パニッシャーだと思って感じでしょうかね。
定外から攻めまして、来ましたね。厄介ですね。タランマグが多いんでタランマグで応戦しましょうかね。おお、シャアさんもしかして落ちたかな、これ。あー、落ちたっぽいですね。トレビフューリーが落ちたか。これはちょっとまずいぞ。トラピングリー、トラピングリー、いや、トラピングリーじゃなくてトライデン、トラフューにね、対策に持ってこいのトレビフューリーさんが落ちました。なんてこと。耐えてます。うまいですな。しかしトライデントがいっぱいいる気がする。どうしよう、困りましたな。うわー、カンストかな。重い、重すぎる刺激が。ランソルトばっかり盛り上がっている。ジャンプ機能が、うわー、やられてしまった。シャアさん復活してください。お、ネオジオグさん登場。トライデントですね。トラフューでございます。ストーカーさんが頑張っておりますよ。タップできてると思ってるところがタップできてなかったりするのは嫌ですね。フューリー怖いな。でも急がないとまずいですよね。そこ、どうしましょうか。先に厄介な人落とすか。うい、うわー、カンストか。重すぎる。嘘だろ、飛んでたぞこっち。
あー、ビーコン間に合わない、ビーコン間に合わないよ。どうするどうするどうする。今乗り換えてストーカーで走るのか考えてる気もあっちゃうんですよね。よっ、いやもうちょっとなんか普通の野良の人たちと当たりたいですね。あんなガチガチの分隊じゃなく。まあじゃあこの辺で終わりましょうかね。30分動画撮影しました。まああんまりねふざけた編成だと勝てないよってことですね。ではご視聴ありがとうございました。では。